こんにちは、沼です。パワープルアプリサバカやっていきます。今回は、サバカを使っての低レベル円卓高校野手いきたいと思います。で、本垢の方である程度、こう、バチッとした選手ができたので、サバカも一回、円卓やっとこうかなという感じです。で、いろいろ考えて組んだ結果、こういうデッキにしました。レイリー、シドレミ、ミチル、オーダー、佐伯、クロセラと。で、クロセラに関しては、フレマラーしました。結構その、50借りれないよとか、45でも結構辛いよという方が、PR 構成のデッキを作って出した時に、動画として出した時に、多くいらっしゃったので、ちょっとフレマラーするか僕も一回と。いうところです。で、それのフレマラーが多分5分とかで終わったのかな。おそらく、円卓高校でクロセーラーをリーダーにされてる方が多かったからだとは思うんですけど、結構そのフレマラ高速化なんかも、やり方は皆さんご存知だと思うんですけど、もし知らない方がいれば、結構早くできる方法もあるので、それも動画化してもいいのかなと思ってます。で、1000丸出るかわかんないんで、まあ、技術がまず足んないっていうところと、上限はいけて2つぐらいになるかもしれませんね。ミートカーソルがまずそもそもいけるかわかんないっていうのと、まあ、精神はいけるとして、あと1個どれかいければ十分かなという感じはしています。そういうコンセプトで今回はやっていきたいと思ってます。で、せっかくなので、この次元ラブパワーチョコレートですね。これ、使うと体力全回復、やる気絶好調ラブパワーね。はい。これでいきたいと思います。どれくらいいけるかな？あと、敏捷ポイントをどれくらい取れるかさっぱり不明だな。うん。まあ、バランス良くなるようにはデッキは組んでますけど。お、嘘。あ、マジか。激運いいな。はい。ということで、千丸がいきなり引きましたと。これはガチっていくしかないですね。というわけで、再度、デッキだけ見せておきます。レイリー、シドレミ、ミチル、オーダー、佐伯、クロセラ。これワンチャン更新あるかもな。行きましょうか。まあ、セーラーにする？セーラーワンチャン光るあるからね。50借りてるし。あ、オッケーオッケー。まあいいよ。いや、マジか。そうか、そうか。オーダー行きてえなー。走塁も踏めますしね。評価が結構大変だと思うので、こういうの踏みたいんですよね、普通に。ああ、いいですね、パーヒー。パーヒー今回もらえないですからね。ミチルなんで、なごみじゃないですからね。あとは、いいやつが早くもらえないと、本当にきつい。で、走塁の練習レベルが、まあ、いつも4なので、それがどのくらい影響するかも、まあ、考えていきたいですね。これ、体力消費だけどいいか。いや、いきなりセンス出るか。ちょっとどうしようかな。どうしようかな。どれくらいいけるかな。ちょっとでも、レギュラー更新目指したいな。まさかね、出ると思ってなかったんで、本当に。この朝、今4時半ぐらいですけど、テンション上がりまくってますよ。うわぁ、これ、きついな。ただ、ここ飛ばすわけにもいかないしな。一応人数は足りてるので、行きましょうかね。とにかくいいやつが早く欲しい。OK、ナイス。体力回復。これ、いつものように取っていいのかな？いつもは、千丸だからそんなにビビんなくていいと思うけどな。とにかくミチルだけがしんどそう。ミチルをクリスマスがしんどそう。お、ラッキー、緑やん。で、打撃、シドレミか、これはさすがに。人数とか、うんぬんとかっていうレベルじゃないな。守備。職人。取れれば取っちゃうか。マジきついもんね、こいつ。取れねえか。84だわ。人数が、フライ。
オッケー、ナイス。素晴らしい。いいやつ来よう、いいやつ。ちょ、ミチルの、お正月欲しいんだよな。体力回復ですからね。うわ、人数全く足んないわ。あ、二人か。ははっ。ははははは、これはやばいな。これ。ああ、なるほど。ああ、こうなるのか。人数全然足んないやん。そうつけ。ワンチャンこのエピック飛ばしまであるかな。え、相当しんどいよね、これ多分。ワンチャン飛ばしまであるかな。しかなくないか。破滅するよな。まさかこんなに人数いないとは。ちょっと遊んでる場合じゃなかった。うん、完全に遊んでる場合じゃなかったですね。打撃とかで。もうちょっとゆっくり進めばよかったな。で、アーサーはダメみたいですね。これは守備で取るか。しどれみもワンチャンあると。うん、これはちょっと自分でサクセスをちょっと崩してる感があるな。説得しよう。うわー、引かんねーか。なるほど。それはきついなと。結構ぐるぐるしないとやばいっていうのもありますね。ミチル構ってる余裕ないな。これだいぶまずいですね。へっすら。構ってる余裕一切ないわ。で、打撃行って回ってくるしかないか。うん、ちょっとガツガツ行くしかないですね。この辺でもう、チョコ使った方がいいでしょう。うん、チョコ使います。お、マジ休んでる場合じゃない。精神。うわー、来ないか。何がまずいって人いねえんだよな。5人しかいねえんだよな。ここに来て、まだ。進みはするけど、これ。でも、うんぬんかんの言ってる場合じゃないか。アベレージヒッター。コツ1個あんのか。やべえ。そしてミチルもやべえ、正直。ミチルを構ってる余裕が全然ない。うん、すげえいびつになってたの。なごみはいません。ミチルがマジで構えないの。もうちょっとマシかなと思ったんだけど、もうちょっといけるかと思ったんだが、全く気配なし。うん、精神でミチルでいいですね。で、人数取ってこと。はい。お、ソウルジェルの奪還赤助かるわ。命つながったかもしれませんね。うん、これ命つながったかもな。ただこれタックが来ないとマジでアウトと。
そこそこメンバーは評価はいってる。まあ、最大値はここで取っていくことではあるが、来ないことも考えた方がいいかな。そうするともうモードを行った方が安定なんですよね、確実に。モード行くと1ターン使うんだよな。これはちょっとまだ無理やな、やっぱ。うん。なるほど。シドレミ、セーラ、レイリ。うん。クリア。パーヒーもらっていると。冷静取りましょう。かなりいびつな立ち回りになってますね、正直。よし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 。で、ここ取って、次2人来ると。ナイス。あー、ミチルね。ワンチャン間に合う可能性あるからな。今そんなこと言ってる場合じゃないかもしんないけど。そう、先々を見据えると、まあ、ミチルはさっさと拾っておきたい。いやー、決意、星つかんか。ミチルも帰らん。うん。悪くはないけどなー、ちょっと入魂がわかんねえな。で、奪還に命を救われたと。問題はここからか。うん、カッターだとダメなんだよな。4人も取れて強いんだけど、怪しくなると色々。アーサーのとこも行きたくないですけどね、普通に。どうする？これもう出しちゃうか、ここで。経験点狙いにするか。入魂間に合うか、だいぶ怪しくなりますけどね。人数回復しときてえよな。いや、ここはかなり迷いますね。まあ、一人なんだよな。四人一人。だいぶ違うよな。しかも、しどれみですからね。今、ヒーローエピックが多分2個。絶対間に合わん。なぁ。アーサー捨てよ。よし、これはナイスですね、マジで。うん、ミチル間に合いました、ラッキー。行った甲斐はあったね。ダブルタック。まあ、潰しちゃいたい感はあるが。逆境とか言っていいよな、さすがに。ああ、コツ戻ってるし。タック弱。タック弱すぎて、ワロス。よし、ナイス。打撃練習3になりましたね。これは大きいと。で、シドレミが激走してます。シドレミは正直もう、失敗してもいいんじゃない ?35 でもう、あとは何とかしてもらいましょう。もう知らんっす。これでも、さすがにバンバン取ったらやばいやろうな。取ったやつだけ取っときましょうか。
アーサーまで届いてんな。ここで精神でうんぬんっていう必要は絶対ないと思うんだよね。打撃行ってサクサクっと前進めましょう。うん、ここはちょっと立ち止まってる場合ではない。で、オーダム評価もこれで上げられましたね。体力回復ナイス。2回目か、パワー上げないと。人数がとてもきつくなってきている。40ぐらいでもうあとは死ぬね。ああなるほど。4人もいてすごく美味しいですよと。これさすがに行かざる得ないかな。さっきから人数が本当に嫌な感じなんですよね。落ち着こう。筋力でいいかな。筋力で進めておけばいいか。うん。さすがにちょっとヒーローエピック怪しいから。筋力にしますわ。競争心取っていいかな。取りたいんですよね、競争心普通に。で、セイラも走りました。セイラは、信用はできるけどな。守備上げとけば。守備上げとけば確かにセイラは信用できる。うん、打撃いっていいでしょう。で、人数も2人補充できると。プラスカンパチ狙いですね。2回目か。やる気ないぞ。いや、レイリーは成功してほしいな。そして何がやばいって今体力が微妙に危ないんですよ。すげえ気になるこの体力具合。精神じゃないか。 17% 通すしかないですね、正直。ここは何もないよね。ないね。はい、よし、ナイス。セーラー行っていいのか。彼女いないもんね。これ相棒がどうなるかも見たいし、ちょっと。あ、オッケーオッケーオッケー。相棒は関係なかった。で、本類生還は取るか。打開。体力回復しときたい感あるぞ。一人か。どうしましょうかね。一人か。クネ行くと結構危険はあるな。ただここで一回遊ぶ必要も正直ないといえばない。船を飛び越えるという選択肢。ちょっと待ってください。落ち着いて。1、2、今ヒーローエピック1個してる。カンパチまで行かないと入魂危ねえな。カ
カンパチまで行かないと入魂危ねえな。うん、これは、ちょっと押しましょうか。打撃押しましょうか。しょうがない。レーザービーン。星使うかな。ああ、つかんか。カンパチまで行かんときついね。うわあ、ここで2-0はやばい。ここの人数ゼロはやばいぞ。ここで少なくとも1人か2人は欲しかったですね。ちょっとでも進めとかないとアウト。うん、カンパチ拾って間に合わすしかないですね、これは。よくここまで戻ってきたはありますけどね。やる気戻しましょう。OK。ミチルは必要なかったね、正直。ローボールね。うん。三人でカンパチを取って、カンパチを処理して、なんとか間に合わせたまんなか。しかもないもんね、道が。よく生き延びてる、ここで。一発逆転。やっぱり走塁練習のレベル4って結構大事なのかもしれないですね。結構ギリですね、本当に。まあこれは運次第で、いっそでも最悪いい。うん、まあまあいい。これはしょうがない。で、ザクザク進みたいですと。うん、オーダーでいいでしょう。で、パーサー出しましょう。人数やばいんでね。かわしとるか。うん、これで安心して回れるかな、一応。はいはい、ハイボールヒッター。おお、パワー上げた甲斐あったわ。で、これいったと。ようやくちょっとゆっくり進めるか。これ3択か、さすがに言ってあげたいな。さすがに弱いと言っても、この手持ちなったら強い方だからな。って思うのか、まあ、ミチルに行くのかね。タック期待してない方がいいかな、正直。まあ、タックでうんぬんするようなデッキではないといえばない、正直。ミチルでもいいな。人数もまあ、それなりにはいると。二人勧誘しなくてもいい、無理。技術取っときたいかな。ミチルがいれば文句なしだったんだけどな。結構難しいですね。肩で三、いや、そうか。ヒーローピックが出ないことが問題なのか。うん、難しいですね。アーサーでいいかな。ここなんか無理せず本当にタックで良くないか。二人取れるし、精神潰したいしね。多分。潰したいのかな、僕。そんなに精神言うほどある、まあ、技術はないな。確かに。ここ結構難しくはなってますね。二度と来ない気がする、この三タック。これは押しとくか。まあ、打撃の練習レベルも上げたいしな、早く。来いよ。チーまで上げてる。ふいっ。
なわ、バシ。お前は失敗してはあかんわ。いやー、ちょ、レイリー失敗しましたね。ちょっとレイリーの失敗は痛えな。あららららららら。なるほど。どれくらいいけるんだろう、レイリーの失敗って。で、今、場がこんな感じで、エピックも出てると。無理しなくていいね。一流行きましょうか。いや、独身術はあかん。うわー、足りてない。え、足りてないの？有効？人数頑張っていった気がしたけど。どうしよう。技術かな。え、足りてないの？マジか。ああ、4、5個いってるけどな。で、ここタックしてないと。まあ、飛ばしてもいいか。育てましょう。うん、走塁練習アップしました。これ、3掛けか、すでに。大丈夫かな。それでも円卓強かったは絶対ありますけどね。ここはミチルも取れるし、精神でいいか。朝、なんか育てた方がいいかな。いやー、今更かな。ちょっともう踏んでっか。うん、さすがにつかんですね。で、オーダーは下選びましょう。もう、もはや必要ない。金徳なくなったんで、その分上限とかで解放していきたいですね。岸田でいいかな。いやー、岸田でいいか。結構ありがてえな。どうしよう。走塁で行きますか。筋力育てたい感も、まあ、なくはないですが。うん、清掃でもいいよ、このタイミングなら。最悪ね。うん、ソウルジェールの回収。全部失敗した。マジか。こんな全部失敗とかあるんだ。全部失敗されましたね。これもう上限行くしかねえな。開き直って上限行くしかねえな、コツと。で、うん、ここは走塁行きましょう。満塁男。うん、ここまで失敗されると清々しいですね、逆に。逆に清々しい。清々しすぎるわ。悪い弓がいっぺんに全部出た感じする。で、ああ、これダブルタック入ってますね。まあ、体力的にも行きたいし。で、残り1ターン。まあ、行ってもいいよね。こういうの行くしかないよね、むしろ。もはや。さ、バシバシミートも上げていきましょう。もう、ここは全部上限行くぐらいのつもりで。立ち回っていきたい。
僕さ、踏んだよね。ちゃんと踏んでるよね。ああ、踏んでる踏んでる。よかったよかった。で、人数がいなくなってきたと。うわ、これは強いな。ちょっと落ち着いて。割とヒーローエピック全然間に合ってないんだよね。1、2、3、4、5、6。今6。6かぁ。これクソ強いけどな。1、2、3、4、5、6。7個目か、次。ただやっぱミッチル入りだからな。いや、こういうの取らないとしんどくないか。でも、もうきつい。もうきついよな、さすがに。もう遊んでる余裕ないと思うんだよな。まあ、取りたいのは絶対ここですけどね。人数もいねえしな。いやー、それ考えるとほんとここ行きてえな。5人ですからね。ただこれで9個間に合うのか。1、2、3、4、5、6。いやー、ちょっと怪しすぎる。いやー、怪しすぎるな。7個で、いや、多分かな。まあ、ギリギリだな。これ以降はもう絶対にスルーできないな。行こう。ここはちょっともう勝負かけていきましょう。うん、ちょっと攻めないと無理や。ポイントで押すぐらいの気持ちじゃないと無理ですね。よし、よくタックしたわ。ここは二人を取った方が人数的にはいいのかな。7。別にそうじゃなくてもいいか。ので、ここで優先すべきは、じゃあ、次どうなんのっていうことですね。打撃でもどっちでもいいと。まあ、メールを取るか、虹谷を取るかの選択肢になると。いうところで、一人でも人数欲しいかな。さよなら男。ソウルジェールの奪還。うわ、めっちゃギリやな、これ。これやべえ気がするな、言ったら。3人か。まあ、7でギリ大丈夫ですけど、大丈夫というか。まあ、ソウル行くか。うん、攻めよう。ばっか来るな。なるほど。人数2人。人数は絶対欲しいと。2人取った方がいいよな、さすがに。もう筆談間に合わなかったらちょっとお話なんで。あとはしっかりクロスエーラーを出せるようにしておきましょう。で、チャンスですね。打撃練習ナイス。ワンチャンあるね。守備か。ありがとう、回復。
で、おわ、素晴らしいぞ。メール行きましょう。あ、いい感じだな。ほんと金徳が悔やまれますね。これ、更新できるかもな。コツ具合も素晴らしくいいですし。ちょっと精神がマジわかんねえ。止まろ？いや、これ肩も行きてえなこうなってくると。予定にはなかったですが、全く。肩も行きたい感ありますね。道路割とハマってんな。いやー、つかんか。ちょっと星の具合があまり、レベル1で踏んでるのもあるんですけど、星の具合があんま良くないですね。人数足りない。人数とにかく足りない。で、これ、バニー1。はいはい。なるほど。おー、やるやん。3人取っといた方がいいかな。感もあるけどね。3人取っといた方がいい感もあるけど。次終わるし。強えな。タッグクソ強いな。クロセイラドマンでかかるな。うん。まあ、守備に行く、筋力に行くはないと思うしな。この練習具合で。ここの点数でかいですからね、どう見ても。しかもコツマス2ついけると。行った方がいいか。なんかぐるぐるしていけばいいか。精神割と欲しいね。連打、追い打ち。精神割と欲しいと。頭いいよ。オッケーオッケー、いいよ。これさすがに間に合ってるやろ、80% は。で、二人。精神きれいな。体力は消費したくない、正直。ただ人数は今絶対欲しい。精神かな？やる気一個下げてもだな。うん、ここは飛ばすしかないです。二つ下がんのかな、これ。うん、これはちゃんと入ってますね。ちょっとしょうがなかった。入魂がもったいなかったですね。金徳かけまくったな。かけまくったな。4かけ。ただこれはまだ全然いけると。おお、これは取っていいな、さすがに。いいよね。回した方がいいかな。精神割と欲しい感は、まあ、人数いねえからな。まあ、しょうがない、人数いないよ。育てるとか言ってるレベルじゃない。人数いない。で、まずこれ処理する。で、ここからは、まあ、割と、ゆったりと、進んでいい感はしますね。精神。精神の方がいいな。うん、大した話じゃない、これは。精神でいい。で、ミチルは一回も行かなくていいってのがいいですね、今。コツかな。まあ、5を取っといたら絶対安心できる。次行こう。追い打ち連打。
あーなるほど、精神キツキツやね。うん、競争心とりあえず置いといた方がいいでしょう。精神キツキツですね普通に。でこれ取ってで筋力もまあ C にして、あ、まあ、大田が一応いるのか。まあ、ここはいいでしょ、もう、行っても。で、補給も行きたいと。どうあがいても補給は行きたいと。素晴らしいですね。接戦上り上司、これでまあ足りたと。ランスロットは無理ですね。ちょっといそうだな。ちょっとレイリーだけは欲しかったな。クロセイラとかもバランス重くそ崩すんで無理だとは思ってました最初から。だったら別キャラでもいいか。なんかこうやっぱり考え方が全然変わりますね。ただクロセイの場合はしくっても上限っていうのがあるので、シドレミは失敗して、レイリーはいかん。次の円卓強化の時に頭入れなきゃ。シュン。それでもちょっと更新、まあ、ベンチ更新はありそうか。ちょっとさすがにレギュラー更新はないか。でもこんだけ特能を取って上限いけたらいくんじゃない。4上限いったらチャンスあると思います。ただいかなかったら何とも言えないです。4上限多分スタメンいねえしな、1人いるかもっていうぐらいのレベルなので。ありがたい。いやー助かりますね。ミチルマジで助かるな、さっきから。うし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 。ちょっと間に合うエピック来ないかな。間に合いそうだから。幸運の女神無理じゃない。そうだよね。うわー、ミチルいいね。ただ、ミチル打ちはさすがに足らないか。まあ、ダブルタックですからね。ああ、そうか。これ、体力回復もある。いけるわ、いけるいける。全然いけるわ。うん、コツ追われそうやな。精神も割りかし、ここで回収が決まってますね。インコースナイス。30からいくでしょ。20か。ありがとう、30回復。結果的に。いいですね。素晴らしい。まあ、ここでしょう。で、インコースとか。骨分がすごいな。ちょっと精神いったらミート怪しいな。アウトコースいらん。守備職人。うわぁ、アウトコースかぶったか。いい。クレシ。うん、切り込みギリギリですね。で、正直ここは、あそこのコツマス以外は何のあれもない。うまみもない。コツマス行きますか。で、今割とこれポイントあるなと。いう感じにはなっている。これやっぱさすがに行っていいか、ここ。っていうのと、総力ちょっとあれか。
上げていいのかな。45、160入ってくるかな。この辺が分かんないんですよね。そうですね、まあ、芯までは上げていいかな。まあ、あとはいいか。はい。で、コツマスを行って終わりましょう。でいいよね。どうしよう、でも変なコツ来るぐらいだったら遊んじゃう。まあ、別にナッシーではないっていうのと、結構やっぱエピック単面だな。120オールっぽいな、これ。どうしよう。変なコツ来るんだったら、ちょっと待って。今、広角打法がない。広角打法、肩コツ。らへんがない。アウトコースもマックス取れてるしな。うん、ここはいいや。ここは、ミチル行こう。アタックしてればね、次練習できるんで、それでもよかったんですけど、これ120、おお、60入ってるか。よかった。筋力入れとくか。筋力いるか。いるかな、筋力。筋力必要そうだけどな。次以降光んない可能性とかも考えなきゃいけないんですよね。あと2回でいいと。ここはと、いや、びっくり、欲しい気がするかな。いや、筋力取ろう。パワー C だしな。肩は怪しいか、やっぱ。お待たせいたしました。5番。うん、これで千丸か。意図難しそうだな、やっぱ。まあ、もったいなかったのは一球入魂が、やっぱり周りが走塁足らなかったのかなっていうのと、ちょっとおかしなと言いますか、なんでしょう、いびつな立ち回りになったので、人数の関係でね、序盤の。それがまあもったいなかったかなって感じがしますね。他はまあほぼほぼ牛若とスイーパー、まあ失敗しても別にいいので、このデッキの場合はね。多分もらってても困ったと思うな。スイープぐらいだったら多分なんとかなったと思いますけど。これはいいね。肩こつくんねえかな、広角か。いやー、いらんやろ。ミチル行きますか。臨床もいらんやろ。切磋琢磨もらったぞ。うん、まあ確かに精神がいい感じっぽいな。お待たせ。2回の裏、円卓攻撃に入ります。先頭バッターは黒岩。打った。これは強打。あとはまあ広角打法と肩骨。打球伸びも罠かな。円卓リードで迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場。打ちました。痛烈、いった。円卓リードで迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面で黒井打ちました。痛烈。試合は勝てそう、試合は勝てそう。でもこんだけコツいってるから、やっぱり更新ないかな。ベンチ更新ぐらいはありそうですけどね、普通に。まあ感覚値的には。なあ、びっくりせんか。
まあじゃあこれ別に体力使うまでもないし、おお強い、ミチルがマジ働く、それは間違いない。今回のサクセス、うん、悪くないな、マジで。問題はこれ、さばきたいけどさばきにくいっていう。でこれ肩は確か50まで上げていいみたいな話だったな。行きましょうか。お待たせ。円卓大展開で迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という。肩は101行っていいと思いますね。多分それで金属分を保管しないとなかなか厳しいとは思います。あとは走力はやっぱりスイープと牛若ですね、取れてる場合は多分上げれないので、まあシドルミの時に上げなくては正解だったと思います。方向転換しなきゃいけなくはなったので、そこで上げてっていう感じですね。こういう、なんでしょう、ポイントバランスをね、しっかりと考えていくっていうのが、こうデッキパワーで変わってくるのかなという感じはします。74か。普通来ねえ。え、これいる？え、精神いる？精神いらなくない？もうひたすら打撃やってよくない？ひたすら打撃やればよくないかな？練習レベルも高いですね。これ対左とか取っていいのかな。とりあえず弾道さんはいいやろ。あとは広角打法を取りますか。いずれにせよ取ると思う。肩骨の方が欲しいし、861大丈夫か。行こう。お待たせ。うん、楽しみですね。ある程度大展開で迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面、どこまで行けるんやろみたいな。もうクソから打った。第3球、3球目空振り、バッター追い込まれました。次は4球目投げた、打った。ありがとう、コントロール B、 信用できるわ。ストライク投げてくるやろなみたいな。4回の裏、円卓攻撃に入ります。先頭バッターは黒岩、投げた、内角低め、フォークしっかりいくよ。投げた、打ちました、痛烈。負けられねえ、腐っても千丸だからね。しっかりいきます。今日2打席連続でホームランを放っている黒岩、これはいい当たりだ、いった入った。円卓リードで迎える8回です。今日3打席連続でホームランを放っている黒岩、もうストライクちょうだい。第2球きた、投げました。わあ、クソから打った。投球はこれから3球目、もう内角低め、投げました、打ちました、いい当たり。うん、これで経験点は大丈夫でしょう。あとは勝てるかどうかですね。黒岩、よし、肩を作れてもいいよ。オーダー、にゃー、なるほどね。51どうでしょう。ここは余裕でいってるな。453、うん、考え方がよくわからんな、これ。
ああ、考え方がよくわからんですね。これ、上げていいのかな、筋力。まあ、500ポイントもらえることはこのデッキでまずないので。筋力30でいいか。4番とかも取るやろうし。か、技術15。これが、25。うん、37。どんなもんですかね。なんとも言えんな、これ。はい、行きましょう。お待たせ。全国。さあ、先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー、一塁二塁という。SS3 くらいは乗っててほしいけど、さすがに。いくら金徳が欠けたとはいえ PR の時よりは第2球さてあげたいですけど、ね、これはいい当たりだ。伸びた。センター6回の裏円卓攻撃に入ります。トップバッターは黒岩、今日5打点を挙げています。投げました。おほう、ナイスチェンジ。第3球見送ってボール。第4球を投げました。もろた。さすがに勝てそう。8回の裏円卓攻撃に入ります。この回のトップバッターは黒岩、今日はチームの全打点を叩き出しています。第2球投げました。めっちゃいいカーブ放ってくる。第3球これで試合には勝てたと。さあさあ、どんなもん。これ自分で振る？自分で振る？自分で振れるんじゃないかな。ダダ余りそうな敏将はさておき、さすがに千丸だし振るか。ちゃんと独身術くらいは欲しかったですね、できれば。で、セーラもエピローグちゃんと入ると。点数はそこそこ出てますね。で、ありがとうございました、ゴンさん。ということで、ちょっと振ってきますんで、少しお待ちください。はい、ということで、能力振って戻ってまいりました。最終的に、1、2、3、4、5。お、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 お。6、7、8、9、10、15、16段ですね。の4上限という形になりました。もう結構いい感じなんではないんでしょうか。さあ、行きましょう。ありがとうございました。ということで、レギュラー更新できましたねと。金徳4掛けではあったんですけど、やっぱり、こういろんなコツが取れる高校っていうのは非常に強いっていうのがよくわかりますね、これで。うん、これは良かった。もうちょっと経験点欲しいとか、もうちょっとこうしたいっていうのはあるんですけど、まあ、これは本当にありがたかったでしょう。選手能力。で、キャッチャーが、更新されまして、これで今は僕いくつなんだろう。もうちょっとか。そうですね、まあもうちょっと頑張んなきゃいけない感はあるんですが、ひとまずもう一歩で SS7 ですかまで登れそうですね、というところまでサブアカもやってまいりましたと。で、今年の目標を一応 PG ランクに設定させていただいていて、まあ、なんとかそこまでは行きたいなと。今年中にね。と思っています。そのためにも、こう、いろんな、なんでしょう、こう、デッキ強化とかもね、必要なので、まあ、この、貯めている石もね、何かこう、檻が来た時にすべて、まあ、最強まず45以上にしたいかな。で、ワンチャンス PSR が出れば、なんかその時にちょっとこう、追いかけるのもありかなと。
いうくらい佐伯はやっぱず抜けているので、まあ、そういったキャラにしっかりと使ってあげたいなというところですね。なんかこう1体の超強キャラに全部ぶっ込むのか、こうバランスよく45を作りに行くのかはまだ迷ってはいるんですけど、まあ、その辺はねしっかりとバランス取りながらやっていきたいなという感じでございます。いかがでしたでしょうか。まあ金徳はほぼほぼ全て失敗したんですけど、まあ、なんとかねこうポイントバランス整いながらやれたかなという感じはします。でまあ多分本当にスイープとあとは牛若、この辺はまあ牛若は取れたかもしんないな。スイープとまあ S まで行ったんでね、総力が結局なので、まあもうちょっと総力を妥協すればいけたかなぐらいで、そんなに多分査定には影響なかったと思います。多分両方取れてても7、まあどんなに頑張っても8が関の山かなという感じではありました。独身術だけはねちょっとどうしても欲しかったなってのはあるんですけども、ここまで伸びれば十分でしょうという感じもありますね。まあ、次はないかな、おそらく多分もう残りのチョコレートとかはマントルで使っちゃいたいなと砂漠の方はね思っているので、まあ、その辺で使えればいいかなというところと、またねちょこちょことね砂漠の方もやりながらなんとかこう更新をね目指してやっていければ皆さんの参考になればねという感じでやれたらいいかなと思ってますので、こちらのアカウントもぜひぜひ応援くださいませ。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。